はい、どうも、キョウペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども新しいガチャが来ておりますね。本日こちらローズクォーツガチャね、新しいマクラーレンも実装されております。でこのガチャは優しいよね。10連600金券だしさ、引けばこうやってねガチャチケットももらえるから、このガチャは優しい。で一応確率なんですけど、マクラーレン GT1 これがね 0.08 ね、めちゃめちゃ低い。もう当たる気は、正直してません、ただそういう時の方が逆に当たるからね。でセダン、寄宿のローズクォーツ、めっちゃすごい。これピンクでピカピカ、これワンチャンね、まあ俺はいらないけど女子には人気ありそうな。あとこの衣装ね、ローズクォーツ、これも人気ありそうだよね。 MP5 のローズクォーツ、これは俺も欲しい。これはね、で確率が 0.8%、 結構高めとなっております。まあそうだね、マクラーレン、まあ当たればラッキーぐらいな感覚で、ちょっと MP5 はね最低でもちょっとこれは絶対欲しいかな。まあということでちょっと引いていこうと思うんですけど、一応ね交換もできるんだよね今回のマクラーレン。まあただ明らかにちょっと足んないんで、まあ引いていきますかね。結構引けるんじゃないですか。いきます、最初の10連いきましょう。ほい、お願い。ピタッとね、ピタッとマクラーレンに1とかついた日にはもう発狂しますよ、寝起きで。あー惜しい、あと1個ポロって言ってくれたら、あの衣装ね当たってたのに。いきます、続けてみましょう。これね、あの前回のってか、あのドラゴンの時に思ったんだけど、スキップするしたらね全然金が出なかったんだよ。だからスキップしない方がいい説あるよね。正直あんま変わんないんじゃないかなとは思うんだけど、まあただやっぱりね結構その時コメント欄とかでもあったのが、スキップしない方がこれは金出やすいみたいなコメントとかもあったから、多分これ系はスキップしない方がいいと思う。もう全然ダメだわ全然ダメなんだこれこれはひどいぞ。お願いします。ちょっとなんだおのおかしくなってる。お願いします、頼む。もうそろそろなんか一個ね、金が来てもおかしくない頃合い。あ、でも止まれやお前、惜しいな、惜しいな。右下ら辺に来たらちょっとチャンスだな。右下は結構熱いゾーンとなっている。おね、そろそろやった。くそー、ちょうどあの真ん中で止まりやがって。お願いします、お願いします。なんか金来て、おお来た。お、待って、え、なんか急になんかこのねえ、なんか明らかにこの10連なんか止まり方が違かった。ローズクォーツ、はいこの音楽なんかだんだん癖になってくるな、これな。何なんだろう不思議な能力を秘めてるこの音楽。いやー、これね続けて金来ますからお願いします、頼むよ。セナじゃない、 GTGT 来い。 GT、 あ、まあ、いいんじゃねこれ MP。 はい、あ、来た、おい、来た、 OK。 やっぱ続くときは続くんだな、ありがとうございます。これがね、もうほぼほぼこれ狙いだった。これね最終形態結構かっこよかったんですよね。これ後で最終形態にしよう。お願いします、まだまだ行くぜ。 GT が欲しい。あとはもうここまで来たら、あとは GT が当たってくれたらもう万々歳なんですけど、ダメですね。一応ね、あの引く前にセナと GT のあの数値の、で、あの性能比較したんですけど、まあ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 、なんかセナの方がぶっちゃけ強そうだったみたいなぶっちゃけね、まああの GT の方が上の数値もあったけど、まあ、ただね、なんか方向転換っていう部分がセナの方がね断然強かったんだよね。だから正直だからこれ安いのかなってもうちょっと思ってるけど、まあ正直だってね、これ GT 入ってなかったら引くかって言われたらちょっと微妙なところだもんな、このガチャ。まあでも MP5 はかっこいい、これね、はい、無料分。これどのくらいもらえるんだろう、これな。この間さ、この間なんかの動画で70個使ってんだよな、無駄に。ドラゴンのさ、剣が欲しいっつって結局当たんなくて最悪だったな。
あ惜しいなと、あと1個連れてくれたらお願いします。無料分で CT ください。お願いします、お願いします、頼む。ダメ、全然ダメ。ひどいな、ひどいな、このいい時とひどい時の引きの差がすごいぞこれ。あーあー、もうこれもうほら見て、もうこういう系しか当たんない。いやー、お願いします。金金、せめて MP、 あ、待って、 MP 来たんだけど、マジせめて MP って言ったら MP がマジで来た。11系ありがとうございます。ね、まあ、今日はあのハマさんとね、夜コラボの生配信があるんで、まあ、俺は配信しないんですけど、ハマさん側の方でね、チャンネルで配信する予定なんで、まあ、そこでもねちょっとがっつりね、企画勝ち取ってちょっとねいっぱいガチャを引きたいなと思っているんですけど、一生懸命お願い、セナも、セナじゃない GT も来い。あ、惜しいな、あとちょっと伸びてよ、あとちょっと、なんかそこに氷の板とかないの？氷の床とかだったらこうツルンっていって、いけ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 、すごいな、右に偏ってんな、すごい偏り。なんかやってんだろう、あそこで、あっち側でなんかやってるぞ、姿勢を働いてる。やばい、お願いします、マジでマジで。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、やったからさ、そこに氷の床があればね、え、滑ってさ、滑って壁で止まるんですよ。あ、これ全然ダメ、はい、はい、来た、ありがとうございます。頼む、もう終わるぞ、もう終わります。こい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 、マクラーレン、マクラーレンにピドッと止まって、いやー、きちいか、なあ、まあ、0.08 だもんね、 0.08 の風が高い。おねおね、うん、ダメですね、はい。いやー無理だな、これ残り30連お願い、おね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 、おね、いやもうそんな、そこと、んさ、ピタピタ行くんだったら1個全部くれてもいい、行くない、ちょっとお願いします。いやー、ダメだな、これなんかチャンス回だったような気がするけど、ラスト、ラスト10連、はい、もう泣いても笑ってもこれがラストです。追いかけんはしません、はい、あざした、もうダメですね、もうこれは。ダメだ、単発、はい、単発いきます、単発、あ、待って、もう一回引けるな、これ。前ね、前単発で、三国志のマクラーレンを当てた実績がある、俺ですから。あ？なんだ？あれ？あれ？あ、ああ、何？今もう当たってたんだ、あの一枚のやつ。あ、そうなんだ。あ、そうですか。243連ですね、はい、タイアリでした。ということでちょっと MP5 をちょっと最終進化させていこうぜ。これ、この MP は普通にかっこいいと思うんだよね。あ、これですね、ローズクォーツ、これを最終進化。ほらエフェクトもさね、ちょっと洒落てるでしょ。マズフラッシュ、ヒット効果、これはいくでしょう。今まで MP でこの激アフェクトあった銃あったかな、ないよね、記憶だと。あったか、いや、ないないような気がする。まあまあまあ、ということでじゃあちょっとね、この MP5 を装備して、どうしよっかな、ちょっと射撃場でも行こっか。じゃあちょっと外観をねちょっと見てみよっか。こういう感じ、おっきいね、 MP5 にしては。MP5 にしてはおっきいな。まあでもおしゃれだよな、これこのデザインは結構かっこいいよね。じゃあちょっと撃ってみる。おお、薄っ。激アエフェクト薄っ。近づけばもっと違う、近くで撃てば、あーあー、ちょっと薄いな、いいのが。まあでも別にな、あ、あ、なんか
ちょっとあれだな、マッスルフラッシュがずれてる説、これあるあるなんですよね。銃実装されたてだとマッスルフラッシュがなんかこうずれてる時あるんだよね。あーこれ普通か、ほら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 、わかる、このずれてる感じ。これ銃実装されたてあるあるなんですけど、このこれだとあんまり感じないけど、ドットの時がちょっと、まあ、こっちもちょっとずれてるよね。ドットの時がほらほらすごいすごいすごい、これ銃実装されたてあるあるなんですけど、これすごいな、ほらほら このずれの嫌なんだよ。まあ多分そのうち治ると思うけど、まあまあまあエフェクトかっこいいからね、まあ、そんなに覗いて打つこともね多くないから MP5 に関してはね。はい、まあ、ということで、今夜9時からですね、ハマさんのチャンネルの方でコラボ配信ということで、一応ミッションをクリアして電動ガチャを大量に引くという俺のプランになってますので、ぜひ皆さん見に来てください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。あの、もし視聴者さんの中にケンタッキーの偉い人がいましたら、あの、僕、あの、骨付きのチキンってあんまりね、あの、苦手で、食べづらくて苦手なんで、いつもクリスピータイプ買うんですけど、ちょっとクリスピーでもあのね、いろんな味をちょっと出してください。お願いします。